イエス様が天国へお上りになってから、10日目の日曜日、弟子たちとマリア様が集まっている部屋で、イエス様の約束通り、聖霊が彼らの上にお下りになりました。聖書に、その時の様子は次のように書かれています。その時、突然、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響き渡り、炎のような舌が現れて、分かれて、おのおのの上にとどまった。すると皆は聖霊に満たされて、聖霊が語らせるままに、様々な他国の言葉で語り始めた。その時現した炎は、神様の愛と力を表して、舌の形は、話す能力を示しています。弟子たちは一人ずつ聖霊を受けて、神様の力に満ちて、いろいろの国の言葉で、イエス様の御教えを人々に述べ伝え始めました。その時、天からの音を聞いた大勢の人々は、弟子たちが集まっている家の前に集まってきました。この人々は様々な国の出身であって、一人ずつ自分の生まれた国の言葉で弟子たちの話を聞いたことを大変驚きました。ある人々は、イエス様の弟子たちが酔っているのだ、と言いましたが、ペトロは立ち上がって、皆の前で、今は朝の9時ですから、あなた方が思っているように、この人々は酔っているのではありません、と言いました。そして弟子たちが、聖霊を受けていることを述べて、それから旧約時代の預言者の言葉から始まって、イエス様が預言された救い主であり、殺されてから復活なさったことを述べられました。ペトロの話を聞いた人々は感激しました。そして我々はどうすればよいでしょうか、と聞きました。ペトロは悔い改めなさい。そして罪を許していただくために、それぞれ、イエス・キリストの名によって、洗礼を受けなさい。そうすれば、賜物である、聖霊を受けるでしょう。と答えました。すると、その場、3000人の人々が、洗礼を受けて、キリスト様の弟子になりました。その時、聖霊が一人ずつの弟子たちの心にお入りになりましたが、それと同時に弟子たちは聖霊の力によって一つの教会に結ばれました。つまりその日、イエス様の教会は生まれたのです。ですから、カトリック信者は聖霊降臨祭、つまり聖霊が弟子たちの上にお下りになった日を教会の誕生日としてお祝いします。こうしてイエス様の教会はエルサレムで生まれ、だんだんと成長し、一つの大きな木になり、その枝を地の果てまで伸ばして、現在、世界中のほとんどの国においては、
人々はクリスト様を信じ、その御教えに従って生活し、イエス様と共に天国の永遠の喜びに入るように努めているのです。